はい、カネさんです。みんな元気ですか？今日はちょっとね、また気になるものをダイソーさんで見つけたので、それであるものを作ってみたいと思います。それは何かっていうと、これバレエやってる人だったらわかると思うんだけど、これね、めっちゃ細いんですよ、風船が。これが160。ちょっとまあ今から開けてみますけども、どんぐらい太さが違うかを検証しながら、それと、ラウンドバルーンの、これがね、何インチ？ 6.3 インチのラウンドのアソートが入ってたんで、これを110円、108円か。25個入り、なんと、買ってきました。まあ、やってみましょう。ミニアートバルーンポンプ付き。まあ、なんか何？ コルク人形劇の妻が、ちなみんちゃんが、これちょっとやってみたいとかって言うんで買ってきたんですよ。僕も初めて見る細さ。やってみよう。こうやって、これは下に開けるところがあって、開けてみます。よいしょ。初めて使うんよ。初めて使って初めてこのバルーンで作ります。どうかな？お、これほんと細いよ。見て、これが160でしょ。ちょっと、かなり細くない？細いよね。どうなんだろう。ちょっと、5本入ってますね。あと、なんとポンプが入ってます。地球みたいなポンプ。ああ、先結構細いね。ちょっと待って。あ、ちゃんと空気入りますね。いいですね。はい、やってみましょう。これが、これクアラテックスの、スプリンググリーンという160風船ですね。これを出します。すごいよ。今まで見た中で一番細いね。ちゃんと空気入るかな？初めてですね。これで膨らませてみます。これが従来の160です。見えるかな？違うよね、太さがね。いきます。めっちゃ細いけど入るんかな？ちょっとごめんね、これ。指が、私の老眼が。あ、入るね。入る入る。ちょっと待って。これでやらんと意味ないもんね。みんなが買えんでしょ。多分これ取ると思うよ。お。よいしょ。いくね。お、マジか。圧が。あ、壁に当たっとるね。おい、いた。これ膨らむね、結構。ちょっとでも透け感がありますね、これは。どこまでいくかな？ちょっとこのぐらいでやめておこうかな。結構透明感が強いですね、これは。長く、めっちゃ長いね、これ。まあ、160ぐらいだと思います。これ、まずここで結ぶ余裕がないときは、こういうふうに回して、で、ここで2、3回回して、押さえておいて離します。そしたら、これで結ぶことができるでしょ？片手結びは再生リストのところで見てくださいね。はい。これが今膨らました風船で、160よりも細いよね。ちょっとだけは、それでもちょっとだけ細いぐらいかな。はい。やってみましょう。それと、この16センチの6色アソートのバルーンです。これ、こっから切れるのよね。ちょっとごめんなさい。ハサミを使います。皆さん、ハサミ使うときは本当に気をつけてね。僕みたいになるよ。僕みたいに指切るよ。本番中に。これ、いろんな色が6色あります。赤、ピンク、オレンジ、赤、オレンジ、ピンク、グリーン、青です。これで6色か。かわいいね。すごいかわいい。これも検証してみたいと思います。今日はあるものを作りたくて、あ、これでアイテムを作りたいなと思って買ったんですよ。さあ、行きましょう。ポンプはね、まあ、これでやってみる。僕にちょっと日が暮れるかもしれんね。ちょっと口でやります。かわいいね。あ、結構圧あるね。なんかな、まん丸くなるね。ちょっと唱えたらまん丸くなる系やってみてね。
これもう一個もうお別れでしょ。もうちょっとあれかな、なんかちょっとまだ丸くするにはもうちょっと大きく、あ、ちょっとなかなか丸くならんね。どんぐらいかな、こんぐらい。じゃあね、これでやってみようか。ああ、なるほど、はい、もうお分かりでしょ。これにこれを結びます。100均だけの風船で、ダイソーさんだけの風船で、今旬のあるものが作れるかどうか検証です。そのクオリティはどうか、はい、これがいいかな、短めにしようか。透け感が強いけ、もしかしたら弱いかもしれんな、これは、風船が。で、今の夏の季節っていうのは、本当に、へたりが早いです、風船の。だから、どうやったらいいんかな。あの、風の当たるところ、屋外、とにかくバルーンケアしないと、いきます。あっという間に。僕もう何回もバルーン教室でもうしびれた思いしたもん、ほんと。いやー、これでいいですね。どうかな、はい、できました。お、かわいいじゃん。はい、さくらんぼでございます。今日はこの、16センチに膨らむ85025個入りの6色のアソートメント、幅が16センチまで膨らみます。だから、これ本当に膨らましたらどのぐらいになるかっていうと、ちょっと膨らませてみるね。緑でいってみ、あ、青でいいか。おお、大体まあ風船ってこのぐらいの幅が16センチっていうことでだから、まあこれをね、風船を使うときは、ちょっと大きく膨らまして、体に押し付けて、ちょっとまん丸になるように、できるだけしています。はい。今日は、ダイソーさんの風船で、220円ぐらいですかね。さくらんぼを作ってみました。ぜひよかったらやってみてください。ただし、クオリティはやっぱり、クアルテックスとかジェマールの方がいいと思います。まあ、グラウンドは問題ないかもね。こっちの方がちょっと心配かな。はい。それではまた会いましょう。See you next time. バイバイ。